地震の獣医、それはいくらでもまだいるのだ。それでも、その上で、何かの場所、それはそこにある。今まで存在しなかったものを作る、そういうそれは、想像以上に、そういうものだった、それはわかる。もちろん、この分野に関してはここ以外に結果は、ない。世界をテレビゲームで救おうというのか？言うならそういう話のリアリティ。ゲームセンターを起こす、雇用を増進し、それによる消費を拡大して経済を立て直す。テレビゲームで？なんとも、そんな構想に陥っている、気もする。ゲーム業界というのの深部が意外とか？何かのカルト的構造だった、その末の話。大衆は神である、その思想はその時そこでほぼ最強というか、利益性、それと共にあった。唯一なる不可侵でなければならない。自身の神以外で動いてはならないが。